女優。あーいいね、あーいいよ。あ、もうちょっと顔上げてもらっていいかな。あーいいね。あー微妙だね。好きなタイプは、まあ優しい人は前提で、一緒になんかいろんなとこ行ったりとか、一緒にいろんなとこ行っていろんなことを楽しみたいとか。いや、ちょっと待ってください。俺気づいてなかったですけど、ここもなかなかです。ぴったりじゃんね。次行きたいんだよ。ごめんなさい。テンション上がっちゃった。ビオリの小だるま孝太郎です。今日はね、この間ゲスト出演してくれたブルペンピッチャーさんと、あと新しいグッズが動画に出ないよって言ってた女の子が言ったよ。おじさんドキドキしっちゃうでな。この、ブルペンピッチャーさんと新しく出てくれる女の子を迎えに今集合場所をさ向かってます。内緒でよ、いきなり撮影始めっちゃうかと思ってよ、あれ用意しアクションカメラしてっぺ。今もよ、ムソンプロ3ってやつで車くっつけて撮ってったけども、もう一台同じもん、これ胸のところさ、こうやってかじってつけといてよ、勝手に撮影しちゃうべと思って。おはようございます。なんか油断してると危ないって話ですよね。あ、おはようございます。おはようございます。あれ、あの可愛い子ちゃんはまだ来てないんですか？あと3分、まだ来てません。あと3分で楽しみできたんですよね。可愛い子ちゃん、どんな可愛い子ちゃんが来るのかなと思って。俺知ってる子、俺知ってる子。いや、知ってると思います。知ってると思います。はい、すごくお気に入りだと思う。お気に入りの子、なので昨日電話でブルペンさんが、あの電話じゃねえ、 LINE でブルペンさんが、あの可愛い女の子連れてきますからって言うから、もう昨日から眠れなくて12時間くらいしか寝てねえだよ。うんこだな。結構寝てます、ね、結構寝てますか。時期に来ると思うんですけど、ただただ若干遅刻魔なんで。なるほど、なるほど。集合時間には来ない可能性が高いです。来ない可能性が高い。大丈夫です、大丈夫です。もうウキウキでそんなの消えちゃいますから。朝、昨日の晩ですね、ほう、明日の集合時間を伝えて、はあ、じゃあよろしくと帰り際、はい、朝起こしてくださいねって。危ない。おいで、しっかりちゃんと LINE しました。 LINE して起きてましたか。これ7時半です。7時半、間に合うと思うんですが。 おめかしに余念がないんですね。あ、来ましたか、これですか。いや、違います。あ、これじゃないですね。あ、ちなみにですね、ちなみに助手席乗ってみてください。私の車に異変を感じないですか。あれ、車にも。おお。興奮しますね。本当に今楽しみですねって。なんか楽しみじゃない感じするね。心ここにあらず。